ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、かしこまりました。ちょっと読んでもらって、今日は多分そのうちの店のホワイトのこととか、ビーガンビューティーとか、あとそのサステナブルとか、その辺の多分話を15分ぐらいですかね、する感じですね。あ、おはようございます。ホワイトの浜本です。お願いいたします。特にはないです。今日はですね、カフェを併設してるんで、カフェの方はもうお客様いらっしゃったりとかしていて、そうですね、なかなか珍しいと思うんですけど、まあカフェの方も全部ビーガンのメニューでやってるので、ありがとうございます。はい、失礼いたします。終わりました。かなりコンパクトに話しました。結構内容がね、割としっかり話したい内容ではあるんですけど、ラジオでもう生放送なんで編集ないから、もうかなりギュッと伝えたいことだけ話せたかなと思います。私はフリーランスなんですけど、それで最近。でもその僕がやってるそのサステナブルとかビーガンの内容ってやっぱなかなかセンシティブな内容なんで、やっぱり一言で伝えるとか写真一枚で伝えるのって結構難しいなと思っていて、ただやっぱり動画ってなるとなかなかその労力的にもいろいろ難しいのかなと思っていて、で考えた時になんかこううまくそれをこうみんなに広める方法ないかなっていうのを考えていて、その時にまあこういうラジオ出演とかも多かったんで、なんかその音声っていうのがすごい僕も美容師やってるんで話すのは結構好きだし、こうたくさんの人にこう知ってもらう時に音声使っていろんな人にこう自分の考えてることを伝えるっていうのはすごいいい方法だなと思って、でまあちょっと実験的に始めてみたんですけど、やっぱりすごい反響が良くて、その僕のフォロワーの方とかお店を利用してくれるお客様とかが結構聞いてくれる方が多いんでだなっていうのと、やっぱ音声ツールってやっぱすごいながら聞きとかなんかしながら聞けるっていうのがすごいいいと思うんで、やっぱ今ねそのコロナで在宅の方とかも多いですし、 YouTube だとその視覚的に見る情報と耳の情報と2つやっぱり労力割いちゃうんですけど、まあ耳だけこうね情報っていう感じだったらなんかしながらでもこう聞いてられるのかなと思うんで、まあ、これからの時代的にはそういう音声ツールっていうのがすごい自分的にももっともっと来るだろうなっていうのは感じてたんで、まあ始めた経緯ですね。何も言われてたら食卓見たら全く分かんないけど、結構なんか距離を持ってる人が多いんで、なんか基本もう朝8時からいつも入ってますね。海外によく行ってたんで、その海外のカフェとかそういうところに行ってる中で、まあ、朝6時とか7時からやってるようなカフェが多くて、でそこのなんかこう人が集まってる感じの雰囲気がすごい好きだったんで、仕事前の人とかあとは休みの日とかなんかそこでこう知り合いとかカフェの人と話したりとかっていうのが
なんかすごい気持ちいい空間だなと思って、でカフェも一緒に併設するっていう風に決まってたんで、あの美容室もそれだったら一緒に8時からやって、まあ朝から始まる一日をちょっとこうより良くしようっていうコンセプトなんですけど、うちのお店のロゴのマークも一応あの朝日のマークになっていて、なんでも結構朝っていうのが一つうちのお店だとコンセプトの一つですね。全部メニューがビーガンになったんですけど、それも最初はその卵サンドイッチとかいろいろ動物性のものもあったんですけど、美容の方でビーガンの方がすごく多かったんで、ちょっと変えていこうかなと思って、カフェも全部メニューをビーガンにして、卵サンドイッチとか結構人気だったんですけど一回もうやめちゃって全部ビーガンにしました。周りのお店もすごいあのビーガンのお店も増えたのもありますし、やっぱり美容の方でビーガンの方多かったんで、カフェの方でその動物性のものを扱ってるっていうのがちょっとこう矛盾してる部分もあって、それだったらこう美容のお客様の要望というか、まあお声も多かったんで全部ビーガンにした方がコンセプトも分かりやすいかなっていうので。この色もあるんですね、すごい、かわいいですね、ブルーボトルとコラボ。なんかお客様があのタンブラーご持参していた際はあの50円オフでサービスしてるので、あのこんな感じで結構持参してもらったりも多いです。あ、お忙しくないな。こんにちは、ホワイトのアシスタント1年目の土川芽衣奈と申します。ホワイトではやっぱり他とは違うビーガンビューティーサロンっていうコンセプトで、自分自身もそういった環境の中でサステナブルやヴィーガンなどの影響を受けて自分も高め合っていけると思うので、とても素敵なサロンだと思います。ずっとヴィーガンだったんですか？僕はでもヴィーガンじゃなかったんですけど、お店始めるぐらいからまあちょっとこうフレキシタリアンみたいな感じでこうその都度その都度みたいな感じだったんですけど、結構やっぱりお店始めてからそういういろんな人の話聞いたりとかして、ちょっとずつやめなきゃなと思って、なんか少しずつやめてった感じですね。だからまあ2年弱ぐらいなんかそういう感じになって、最近はもうほぼ食べてないですね。何してんだろう、また寝ちゃってる、もう一緒に食べてる。お待たせしました。ありがとうございます。私は美容師ではないので、受付はでもどっちもって感じですかね。来たお客様にご案内もしたり、カフェに入ったりって感じですね。なんか DIY 物件みたいな感じで、何でも一応リノベーションしてもいいみたいな。元々はもう畳の部屋とか、長さか、うん、ピンクでしょ、はい、流しましょう。増築に近いんですけど、本当にこっちの裏の方なんで、ここですね。ここにまあ同じぐらいの高さのちょっとちっちゃいのが立つんで、1階と2階で6席とかで、こっちは美容室だけなんで、一応なんかこの辺のところにも若干なんかウッドデッキみたいなとかテラスとかも作ったり、いろいろとこの辺もまた綺麗にしますね。これは造語なんですけど、英語の白のホワイトって WHYITE の方と、あと WHY のホワイトをかけてホワイトっていうことにしたんですけど、オーガニックでナチュラルなもので、体の中からこう白く浄化して健康的にっていうところの白と、あとそういうお客さんのお悩みとか疑問を解決できるようにっていうののホワイトをかけてホワイトっていうので、そうですね、まあカラー剤もそうですし、パーマとかそういうので基本全部植物性の
動物由来成分使ってない薬剤使ってるんですけど、今までなんか結構そういうのを意識してた方ってこうヘナカラーとかどうしてもメニューが限定されちゃうっていうので髪型こう自由にできなかったって人が多かったんで、それがこうビーガンブリーチとかビーガンパーマとかそういうのが出たことによって髪型のいろんな自由がそこで生まれて、こんなのもやってみたいとかあんなのもやってみたいっていう感じでいろんなのをこうやってくれる方が増えたっていうのが一つあるのと、色味とかそのツヤ感とかそういうのじゃなくてもっとその体に優しいものとか環境配慮できてるものでそういう美容はやりたいっていう方が増えてるんで、なんか今までのねこう発色がすごいいいカラー剤ですとかっていうよりは環境配慮してある動物や成分使ってない自分にも環境にも優しい薬剤で自分の美容に関してはやっていきたいって人がすごい増えてるんで、そういうその本質的なもの選びっていうのがやっぱり去年ぐらいからすごい需要が高まってるなって思いますね。手紙とかやっぱスタイルありきでやっちゃうと結局それ変わっていくものじゃないですか。じゃあ2年後1年後今度ドライな質感が流行ったりとかするかもしれないし、そこじゃないかなって思うんで、お客さん髪の毛切りに来てるだけの場所と、その髪を切る場所じゃなくてそういうライフスタイルを体感してもらえるような場所とっていうので、どっちが他でもできないかここでしかできないかって言ったらそこじゃないかなと思うんで、確かにトレンド的にツヤ髪が人気とかはあると思うんですけど、やっぱりそれだとじゃあ他でもいいやとかなっちゃうかもしれないんで、もっともっと本質的なところでのチョイスになってくるのかなって思ってだと思うんで、その美容に限らずだと思うんですけど、今の人たちって物選びをするときに価格とか仕上がりとか商品で選んでるよりもやっぱコンセプトとかストーリーとか体験とかそういうのであの物を選んでるようになってると思うんですよ。だから美容室とかも美容師さんも仕上がりのスタイル、髪の毛のツヤってところで提案すると、それだけでは今の人たちってこう満足していただけないし、やっぱり信頼関係をお客様と築けることの方がよりいいと思います。シャンプーすると結構広がりますよね。誰かが一人なんかボケたら、これもボケた。ジュニアスタイリストの中山ひなのです。このお店は他のサロンと違ってビーガンビューティーをコンセプトにしているので、カフェと併設しているので、こうカフェで来るお客様とかもこうビーガンに興味があったりとか、ヘアももちろんなんですけどある方が多くて、こう朝8時からやってるので、こう海外のお客様とかもたくさんいらっしゃるので、そういった面では普通の美容室とは違っていろんな新しい取り組みをしているので、そこが結構刺激をいただいているところかなと思います。じゃあもう南の島とかもできる、落ちないと思うんですけど、今度は今度次は明るくみたいな、落ち着かない性格なんでね、飽き性だし、なんか新しいことを常にやってる方が多分性に合ってるのかなと思ってるんで、なんかやっぱり会社に属してるより自分でなんかこう何かやるとかそういう方が多分僕の性格上合ってると思うし、周りの人にもねすごい恵まれてるのもあるんですけど、でもその恵まれてるのもなんか自分でいろいろやっぱり行動してつながっていったからっていうのもあるし、そういうなんか引き寄せの法則みたいのを結構自分でも信じてるんで、なんか自分でやっぱり行動してアクションを起こせば周りにそういういい人が集まってきたりとか思って常に行動してるんでね。あ、じゃあなんかまたお気軽に言ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけて。ありがとうございます。